おはようございます。いつも私魔法少女系の可愛い系のパーツを作るので、今日はちょっとダークなんだけどオーロラというちょっとまた一風変わったパーツを作ってみました。こちらもねちょっと後で5本組とかにしてこうやって使うよっていうのを作っときますね。こんな感じです。ちょっとね一風違うものを作ってみました。いつもねちょっと夢川なのでちょっとアンティークっぽいちょっと、ね、大人っぽいパーツにしてみました。でじゃあ早速使っていきましょう。今日もねこの間久々に気まぐれピグメントのカラーを使ったので、私普段ねそんなに気まピグの登場がないので、せっかくなので気まピグも紹介したいので、キマピグをね今日も使っていきます。そして今日を使っていくシリコンモードはこちらです。魔法少女ステッキと魔法少女コンパクトです。で今日は使わないんですけど、同じく2月23日に発売しているこちらミニチュア動物というこちらモールドもございます。これね本当に皆さんどのモールドもそうなんですけど、すごい可愛く使ってくださっていてとっても嬉しいです。ストーリーでねタグとかつけてもらえると気づいて見に行けるのでね、すごいストーリータグつけてくれる方嬉しいです。そしていつも通りこちらしっかりとこのプレップコットンにネイルプレップまたはねエタノールを染み込ませてしっかりと表面拭いていきます。で使うとこのモールドはしっかりと内側もね綺麗に拭いていきます。あ、かっこかわいい感じですね。ありがとうございます。今日何やろうかなと思ったまま考えながら昨日寝ちゃって、ちょっと朝起きたらちょっと急いで試作をしていたんですけど、ちょっとねいつも私魔法少女系の可愛い系が多くなってしまうので、たまに急にちょっと違うのをやりたくなるので久々に夢か以来でございます。こちら魔法少女コンパクトとステッキ使っていきます。でそしたらですね、まずこのパーツを作るときに私が大好きなのはまずこちらです。ベティージェルクリスタルキャンディのソフトタイプで、こちらはレジンです。中身でここにねレジン液って書いてあるんですけれども、レジンは結構どこのやつでも大丈夫ですかってことも聞かれるんですけれども、ベティージェルのレジンはこの UV ランプや LED に反応するように作られています。ものによっては反応しないものもあるので、ベティジェルのクリスタルキャンディのレジンは UV ランプや LED ランプ、あとは太陽光でも硬化することができます。で、そしたらですね、こちら、まずハートのところに、本日もこちら、クリスタルキャンディのレジンね、入れていきます。このままね、入れれるから、これすごいいいんですよね。このまま、ちょっとね、しっかりね、振った方が、中身少なくなってくるとそこに溜まっちゃうので、しっかり振ってね、この下にレジンを、ケースの下の方にレジンを持ってきたら、中にこのままね、ブイーって入れていきます。こんな感じです。で、ちょっとタプタプすぎないように気をつけてください。この、ちょっと凹みが残っているぐらいがいいです。タプタプすぎてしまうと、裏にこれから色塗るので結構ねボコッとしてしまって、あとで爪とかに実際置くときちょっとね大変になっちゃうので、少しへこみがあるぐらい、このぐらいですね。光当たると分かりますかね、この光が湾曲しててこのぐらい入れていきます。でライトに入れて硬化をしていきます。で UV ランプ、あ LED ランプか、 LED ランプで本来は2分から3分で完全硬化になるんですけど、30秒当ててもらうとこのケースから外せるぐらい硬くはなります。なので私は30秒で出しちゃって、その後もいろいろねネイルだと爪にのせてまた硬化してとかいろいろあるので、合計最終的に完全硬化の時間しっかり当たるようにしているんですけれども、もうこの硬化のみで終わるのであれば2分から3分硬化してください。ソーリー先生いつも反応くれるので私たちも嬉しいですが、こちらこそありがとうございます。たまにね丸一日インスタ見ないって日が稀にあるので、そうするとちょっとね見逃しちゃってる時あるかもしれないんですけれども、極力ちゃんと見るようにしているので、ぜひ皆さんストーリー私も嬉しいです。載せていただけるの嬉しいのでね、ぜひどんどんタグつけてストーリー流してください。あ、ハードでも大丈夫ですよ。ハードの場合の方がちょっとね気泡が入りやすいので、しっかりと固める前に爪楊枝とかこういうアート筆で潰してもらえるといいかなと思います。
ソフトタイプのレジン好きになりました。ありがとうございます。すごい使いやすいですよね。でそしたらこれ早速ちょっとモールドから今日は外しちゃいます。まあ、今こんな感じです。もうこのクリアのねハートも可愛いですよね。でこちらを一度このジグの上にキュッと置いちゃいます。ここですね、ジグの上に置いていきます。最近ね、ずっと私インスタライブ登場してなかったので、こちら気まぐれピグメントです。まずね、このグラデーション4色だけどちょっとねレインボーっぽく見せていくので、まずドミニク使っていきます。ちょっとこのコーム筆、今日は使います。コーム筆の先端にちょこっとジェルを取ってもらったら、まず一回ねこの端っこのところに置いていきます。端のところに置いたら一回筆きれいにします。きれいにしてもらって、この境目のところを筆でちょっとね上に持ってきます。1回目を一度少し上に持ってきたら、もう一回ブラシをきれいに拭いて、もう一回グラデーションしていきます。こんな感じです。今パープルが1色目グラデーションできます。これね、キマピグも本当にすごいグラデーションが結構しやすいシリーズです。こういうね、今このドミニクとかもこの間説明したアートができるようなこの絵の具マークがついているシリーズなんですけど、こんな感じで綺麗にグラデーションできるので、縮みとかもないし、すごい、なんだろう、扱いやすいシリーズです。で、また今度はこちら。今度この、今グラデーションしていったあたりに一回置いていきます。このドミニクをグラデーションした薄くなっていくとこですね。ドミニクが一番濃いところには重ねないようにして乗せていったら、まず上に向かってここもグラデーションしましょう。こんな感じです。こんな感じでね、綺麗に結構グラデーションできるんですよ。で、そしたら今度この境目のところ、ドミニクとティナの境目のところを、なんだろうな、少しなんかホイップとかちょっとかき混ぜる時のような感じで、軽くタップしながらくる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 とね、ちょっと筆を回転させているんですけれども、ここの境目のところ色を混ぜていきます。ここすごい軽いタップでお願いします。ドミニクの端っこの色は減っちゃったので、ちょっとぼかしとこうかな。こんな感じでグラデーション作っていきます。かなりねグラデーションしやすいシリーズなんですよね。で、次、マーガレット使います。マーガレットはこちらですね。2503です。を、ここの、ティナの、ちょっと薄くグラデーションしたあたりに、置いていきます。こんな感じです。で、そしたらまたこれちょっと上に軽く、グラデーションしつつ、今度このティナと、マーガレットの間を、筆でちょっとかき回すような、感じで、筆の角を使ってます。角を使って、グラデーションを作っていきます。で、そしたら最後。こちらですね、グレータ使っていきます。3514ですね。グレータをまた筆にちょこっと取ってもらって、ここの最後残りのところにピコッと、マーガレットのとこ置いてもらったら、お、ちょっと変なこと飛んでちゃった。そしたらまたね、ここを今度、マーガレットとちょっと混ぜるような感じで、てってってっと混ぜていきます。こんな感じで、このねホイップマークついてるシリーズはグラデーションも綺麗にとってもできるんですけれども、この間もね、雲この間何か、あ、そう、この間ワンちゃん描いた時みたいに、このね、アートもできるようになっているので、この塗ったところから基本動いたりとか流れたりとかしないジェルです。なんかね、また、
EX ともプリジェルの EX とミューズやベティジェルとはね、ちょっと違った質感で触った感じが。でもね、すごい塗りやすいシリーズなので、あとね、色が豊富ですね、とても。ピグメントシリーズは。まあ、こんな感じでちょっと一度ね、ライトに入れて効果をしていきます。そう、ピグメントシリーズはもともとも化粧品シリーズではないので、ネオンカラーとかもすごいたくさん種類あったりとか、色がすごい豊富なので、EX とかだとやっぱ化粧品顔料から顔料を基本的に選んでいるので、ちょっとこのニュアンスもちょっとこういうのないかなっていう時はこのキマピグで見てもらうと意外と色があったりするのでおすすめでございます。あ、境目のグリーンが可愛いです。あら、よかったです。そう、こうやってねちょっとグラデーションが作れます。で、これ裏はこのまま一回もキャンジェルでここはコーティングしてしまいます。裏側はこれで一旦終了です。これでね、一度ライトに入れて、もう一回硬化をしていきます。で、その間に今日はね、もう一個作りましょう。こちら。魔法少女ステッキの方です。で、このステッキの今日はね、クロス使いました。でも他のね、この月とかコンパクトにあるこのちっちゃいね、ハートじゃないや、星とかもこれおすすめでございます。混ざったところで色が変わるのが素敵。そうなんですよ。このね、混ざったところで出る色を、なんだろう、エアブラシとかやってた時は、これセカンドカラーって呼んでたんですよ。色と色が混ざったところにできる色で。セカンドカラーって呼んでたんですけど、これね、ジェルネイルだと、なんていう名前なんだろう。まあでも同じくセカンドカラーでいいのかな。そう、2色目がね、グラデーションのところでできてきます。これはね、一度ちょっとこっちの目を向けておきましょう。で、もう一個こちらステッキの方でクロスを作っていきます。で、ここはまあここもね、こちらクリスタルキャンディーでもいいんですけれども、ちょっとこの入るところがちっちゃいので、で最近ね、よくこのシャイニングトップをこのままハケなので、このまま入れるっていうことにちょっとこれ楽だっていうことに気づいてしまい、最近ね、こっちで入れております。ちっちゃいモールド。ハケのこの角をね、しっかり使って、まず端から端までギュッと入れてもらったら、早くないですか？このまま、ピッと余分なところは、ウッドスティックで取っていきます。で、あ、ちょっとね、気泡入ってるので、こういう気泡は潰しておきましょう。これはね、ピッと潰しておきます。シャイニングトップは1分硬化なので、硬化熱がキャンジェルよりもゆっくり出るので、モールドにもね、優しいので、こんな感じで、早い、ちっちゃいモールドなんですけど、こんな感じで、直接ハケで入れてもらうととても早いということに気づきました。そしたら、この上にキャンジェルのノンヒート塗っていきます。ノンヒートを、この、まず、上、一回塗って、でこのサイドですね、サイドもノンワイプトップしっかり塗っていきます。表面にキャンジェルですね、塗ったらライトに入れて硬化をしていきます。はい、そしたらこちら魔法少女ステッキの方に戻ります。でもう一個ね、ちょっとジグ出しましょう。で、こちらに魔法少女ステッキをのクロスを取ります。こんな感じです。このね、クリアのままね、使ってもらっても可愛いんですけどね、クリアのままだとこういうやっぱね、夢川テイストにすごい合うんですよね。こういうところに乗っても可愛いですし、このね、クマさんに重ねてもらっても可愛いし、いろんなところに似合います。で、これも一回ジグにつけます。で、まあちょっと埋まりすぎないように、まあでも取れない方がいいのでちょっと埋めますけど、埋まりすぎちゃうと上にトップジェルとか塗りづらくなっちゃうので、この埋まりすぎないぐらいにつけておきます。で、そしたらですね、この表面にも次ノンヒート塗っていきます。キャンジェルですね、すいません、キャンジェルを塗っていきます。こちらもライトに入れて硬化をしていきます。
で、この時どちらもですね、しっかり30秒硬化してください。未硬化ジェルが残ってるとパウダー類を表面につける時にちょっと粉っぽくなってしまいます。あとは30秒以上、例えば60秒とか長めに硬化してしまうと、表面ツルツル滑っちゃって、ちょっとかすれちゃうんですね、パウダーが。なので、しっかりと30秒というのがおすすめです。で、そしてこちら、オーロラエフェクトパウダーというものが4月16日に発売します。ちなみに、さっきサンプルで作ったこちらはライムの方を使ってみたんですけれども、ちょっとね、こっち、今作っての色変えてみようと思います。ビオレ使ってみます。で、これを、チップに取ってもらって表面にこすっていきます。こんな感じです。表面にこすっていきます。このサイドも一緒に、おっと落ちちゃった、サイドも一緒にこすっていきます。よいしょ、こんな感じですかね。でもビオレよりライムの方がなんかいい感じのオーロラ感のテカテカ出たかも。ちょっとこの上にライム重ねてみようかな。ちょっともう一回この上にもうちょいオーロラ感出したいので、ちょっとライム重ねてみたいと思います。ちょっとね、一回トップ塗っとこう。なので一回キャンジェル塗ります。なんかライムの方がテカテカしている、なんかテカテカしてますね。ちょっともう一回硬化します。で、こちらも今クロスの方ですね。クロスの方も表面ノンワイプトップを塗ったところなので、こっちはですね、こちらです。マジックパウダーのシャンパンです。あ、一押しは私はこちらですよ。アプリコットです。アプリコットが一押しです。アプリコットはここの表面にも塗っています。これは、マカロングレープにアプリコット重ねてます。アプリコットがね、私は一押しでございます。ここの上にシャンパンをこすっていきます。で、このマジックパウダーとか、あとミラーパウダーとかもそうなんですけれども、実際爪に塗った時って、例えば下にちょっと発色のいい濃いピンクを塗ってこすると、あのシルバーのマジックパウダーやあのミラーパウダーとかだとちょっと色が変わったりするじゃないですか。あれはちょっと透け感があるからなんですよ。なので、例えばこういうクリアの上にこすった時って、トップ塗るとちょっと透け感が生まれるので、あの2回塗ってもらうとすごいピカピカっとしてくれます。ちょっとね、ライム重ねてみましょうか。これ結構色味本当に変わりますね。これなんかビオレでも可愛いかなって思ったけど、ライムの方がテカテカ感がすごい出るかも。あーですね、このあ、これライムがいいです。これライムがいいですね。ライムテカテカ、これ結構変わりますね。あ、これちょっと他の色に重ねた時の検証してみようかな。結構変わりますね。こっちの方がなんか、このオーロラ感というか、なんだろう、この不思議感をちょっと今回出したかったんですけど、レインボーの。こっちの方がすごい色味変わりますね、これ。こんな感じ。ちょっとね、こちらの、なので、クロスももう一回シャンパンこすっときます。そうするとね、かなりこのゴールド感はっきりしてきます。そしたら、じゃあこのね、上にちょっとクロスつけていきましょうか。こんな感じです。これハートだけでもね、でも十分可愛いですね。ハートだけでもこれ十分可愛いな。可愛いけど、ちょっとクロスを乗せていきます。ここのクロス乗せるところに、こちら私が大好きでよく使っているビジュージェルです。で、ビジュージェルはベティもプリも私はあんまりちょっと気にせず両方使っちゃってるんですけれども、ベティの方がちょっとね、ビジュージェルが硬いので、大きいパーツがよりつけやすいです。で、こちら
プリのビジューの方がちょっとね柔らかいので、ちっちゃいパーツがつけやすくなっているんですけれども、あんまり気にせずどっちも使っちゃってます。こんな感じです。クロスもね、この2回シャンパン、あのマジックパウダー重ねてもらうと透け感ねなくなります。これ1回だとちょっとね透け感が残っています。よいしょ。なのでね、これビジュージェルを塗ったところに重ねていきましょう。こんな感じです。でこれライトに入れて硬化をしていきます。サンプルで作ったライムだけよりも、ライム塗ってからビオレ重ねた今の感じの方がよりオーロラ感、ニュアンス出ますね。この感じ、これ重ねた方がでも結果可愛いかな。これいろんな組み合わせ試したくなっちゃいますね。あの普通にチップの上でパーツじゃなく、こんな感じで重ねた方がなんだろう、色の雰囲気すごい変わりますね。こんなに変わると思わなかった。私ライムだけだとちょっとなんだろう、イエローっぽさすごい残りますけど、ビオレこすってから一回ノーマイパーさんで上にこのライム重ねた方の方がなんか黄色み減りません？ビオレが結構効いてきてるのかな。なんかこの質感すごいいいですね。この質感いいですねこの質感すごい、重ねるのいいですね。重ねた方がいいかも、重ねた方がいいかもです。そしたらね、これ全体的にノーマイプトップを塗っていきます。これは重ねた方がなんか可愛いですね。なんだろうこれ、重ねるとやっぱパウダーとパウダーって重ねると、まあ色味ね変わるのは分かってるし知ってはいるんですけど、ちょっとオーロラエフェクトパウダーこんなに色味変わると思わなかった。ちょっとびっくりですね。しっかりとこのサイドのところもノーワイプトップを塗っていきます。結構変わりますね。なんかね、さっきこのインスタライブ始める前に実はこっちの貝パーツも作ってたんですよ。あ、これもペティのモールドです。この貝可愛いですよね。ここもね、今、クリアレジンがちょっと入っちゃってるんですけど、これもさっき同じ作り方してたんですけど、これは結構下の色出てるじゃないですか。これはね、ブルーなんですよ。ブルーを重ねていて、いや、結構これ下の色見えちゃうんだなと思って、こっちがライムを重ねてみて、あ、でもライムの方がなんか色が、パウダー自体の色が濃く出るんだなってすごいさっき思ったんですけど、今作ったこれ並べると結構色変わってきません？こっちが最初ビオレだけで塗ったらこのブルーみたいに結構透け感があったので、もう一回上からノーワイプトップ塗ってライム足したんですけど、このライム単体よりもなんだろう、この質感可愛いですよね。あ、貝可愛い。そうなんですよ。この貝すっごい可愛くて、ちょっと時間あるので貝ちょっと作ってみます。このモールドね、すっごい可愛いんです。これは、ベティジェルのシリコンモールドで、多分ね、普通にシェルっていう名前かな。で売っていて、これはすっごいレジンも流し込みやすいし、めちゃめちゃ可愛いんですよ。可愛いので、これ本当に可愛いです。これ、夏にすごい私今押したいなって思ってるモールドなんですけどね。アルファベットのメッセージのやつも私ね、好きで、これもね、好きだし、こちら、ハートの、こちらも好きです。プリンプリンとしてる、すっごい可愛いハート。で、これもね、すごい好きなんですけど、これ、すっごいこれも可愛いので、これはね、夏にいっぱい使いたいと今思ってます。あ、パウダー2色重ねると2色ミックスして乗せるのとでは、色の出方はやはり変わります。変わると思います。そこは変わると思います。パウダーを、パウダーを2色重ねるということは、1層重ねて、さらにもう1層上に重ねてるじゃないですか。キャンジルを挟むことによって。なので、パウダーってなるので、よりオーロラ感濃くなりますけど、2色をミックスしてから擦ると、結局1層なので、一色一色の時と色味はもちろん混ぜたから変わりますけど、重ねた時と混ぜて
こすった時もそこも色が変わります。オーロラ感が強いのは重ねた方です。そう、そこはね変わりますよね。パウダーでこれ全然違いますね。ちょっとびっくりしちゃった。こんな変わると思わなくて、私がびっくりしちゃいました。これもすっごい可愛いんです。これ本当に可愛くてすっごい簡単です。このいつも使っているクリスタルキャンディのソフトタイプですね。これを、ここ結構段差あるじゃないですか、この細かい。で、多分これハードちょっと使いづらいと思います、こっちの場合。で、スカルプアのトップとか、ああいうグロッシートップよりこのレジン柔らかいのでソフトタイプ。このままね、ギューって入れちゃいます。全然気泡入んないんですよ。で、ちょっとこっちもね、入れちゃいます。この段差一段一段結構筆でなぞらないと気泡入っちゃうかなってちょっとこれ思うじゃないですか。なんですけれども、ちょっとね入っちゃった。でもここちょっと入っちゃいました。けどこれね本当に、全然なんですよ。この一段一段しっかり入れないとこれ綺麗に作るの難しそうだなっていう感じ、見ただけだとするじゃないですか。するんですけど、こうやって普通にレジンをギューって入れてもらっただけで、こんな感じです。もうね、全然、この一個一個の段、こうやってね、筆でなぞっていかなくても、ギューって入れただけで、こんなに綺麗にできます。これね、一回ライトに入れて、効果をしましょう。これね、いろいろ可愛いと思うんですよね。中に、パールとか、なんかストーンとか散らしてあげても絶対可愛いだろうし、中じゃなくて上に置いても可愛いし、後ろキャッツアイとか使っても可愛いし、多分ねこれ何でも可愛いと思うんですよね。ちょっとそう、これねちょっとこちら、すいません、サンプルなんでシールがついてプリクシーの私のユニコーンアイランドのグリッターなんですけど、これは絶対何にでも合うって今私が夏に大活躍させようと注目しているモールドなんですけど、これ中にパール散らしたりとかしても絶対可愛いですよね。例えばですけど、この一回固めてもらって、もう一回薄くクリスタルキャンディ入れてもらったら、ここに例えばこうやってラメを散らして、これ上からオーロラエフェクトパウダーも可愛いな。これも可愛いですね。とか、もうそれこそ、裏にこれですね。シアーホワイトとかも可愛いし、このね、シェルは何でも可愛いと思うんですよ。例えば、これ、他のところ。ちょっとこのシアーホワイトです。これは EX ですね。シアーホワイトをこの裏に塗ってもらったりとか、これはね、絶対何でも可愛いと思ってるんですよ。これね、買ってからもう結構経っちゃったんですけど、去年のね、冬ぐらいに買って、まだね、五反田店があった時に、店舗で見かけて買って、これをね、ちょっと、絶対夏に使おうと思って温めていたものなんですけど、この辺入れても可愛いですね。この星とか入れても可愛いんじゃないですか、これ。何でも可愛いですね、多分これ。何でも可愛いと思うんですけど、ちょっともう一個作っちゃおう。ね、パールとストーン入れても可愛いけど、ちょっと今パールね、球体の立体のパールがいいなと思ったんですけど、ちょっと今手元になかった。ちょっと今度作りますね、それも。これはね、何やっても絶対可愛いだろうなと思ってて、星とか入れても可愛いんじゃないですか、これ。絶対可愛いっぽいですね、この星も。星と、ちょっとストーンとか入れても可愛いのかな？ちょっとストーン入れますか。ちょっとね、これストーンは、自分で違うケースに入れております。よいしょ。ストーン入れても可愛いと思うし、これ何でも合うと思うんですよね、この。ちょっとね、もう少し夏になったら、
いやでもそろそろもうシェルやってもいいのかな。そろそろシェルやってもいいですかね。ちょっとまたシェルはシェルでちゃんといろいろサンプル作って、またこれはねやりたいと思います。これ絶対可愛いんですよ、このモールドっていう。なんか私の中の絶対が、これはちょっと久々に動いた商品でございます。あ、クラッシュも可愛いですね。あ、クラッシュが合いそう。絶対何でも可愛いんですよ。ここも絶対可愛いシリーズです、私の。なんか、まあ、この世にはね、絶対というものは存在しませんけど、やっぱみんな各自自分の中に、あ、これは絶対みたいなものあるじゃないですか。その絶対のやつです、これは。これね、ちょっと裏にキャンジェル塗っていきましょう。なんか普段チップ作るインスタライブをやっている時とかは、これ裏に塗らないでそのまま外して、もうすぐチップに乗せるってことやってますけど、パーツとして取っておく時は、まあ未硬化ジェルを拭いてもらうっていうのもいいんですけれども、やっぱね、このキャンジェル塗っておくと未硬化ジェルが全く綺麗になくつるっとしてくれるので、保管がねしやすくなりますね。ゴミつきづらくなるし。なので私は保管するときは裏にはキャンジェルを塗っています。ちょっと焦がしますね。これね、可愛いんですよ。今日ついでみたいな感じで使っちゃったけど、ちょっとこれはこれでまた後日ちゃんとやります。これはね、いろいろ使っても可愛いと思うんですよね。そう、今日はねちょっとこっちだったんですけど、こっちなんですけど、ちょっと効果をね今お待ちください。これすっごい変わりますね、色味。ちょっとびっくりしちゃいました、私。今日の私のびっくりはここです。色味がすごい変わる。お、効果いたしました。これはですね、本当にちょっと、まあこの普通に可愛いであろうこの辺から取っていきましょうか。こんな感じです。可愛くないです、これ。可愛いですよね。絶対可愛いんですよ、これ。夏に、これちょっと本当に今ついでみたいにやってますけど、今度ちゃんとインスタライブやります。で、このこれも可愛い、ほら。これトップ塗ったら表面あのクリアになるので、もっともっと可愛いです。で、これも、あ、この星入れただけとかも可愛いですね。可愛い、これね絶対可愛いので、皆さんこれね、ハートも一回売り切れて結構在庫なくなって、またね入荷してもらって、これ今もう売ってるんですけど、アルファベットとかもね、あ、アルファベットもでももう在庫追加されてます。一回ね売り切れたりしてたんですけど、こちらのシェルも絶対、このクリアのままでも可愛いんですよ。クリアのままでも可愛いし、こんな感じですね。こちら絶対可愛いシリーズです、これは。私の中の絶対が可愛いって言っています、これに対して言っているので、あの全然急に変わっちゃった後半でライブの内容。これすごい可愛いのでおすすめです。可愛いですよね。そうなの、これすっごい可愛いので、今度インスタライブやります。やります。ちょっと こんなついでみたいに紹介したいものじゃないんですよ、これ本当に。すっごい可愛いので、もっとあのちゃんとこのシェルモールドだけをね、ちゃんとご紹介するので、あのまたちょっと楽しみにしていてください。なんか違う感じになっちゃった、インスタライブが後半で。というわけで、本当はこちらです。このダークなレインボーを作りたくて、ダークなレインボーのちょっとインスタライブだったんですけれども、こちら、これね、絶対可愛いんです、これ。私の中の絶対が絶対可愛いって言ってるんで、絶対可愛いんです、これ。可愛いので、ぜひね、このシェルの、ちょっと、なるべく、ちょっともう一回ね、軽く紹介しちゃったんで、早めに紹介しますね。本当に、こちら、絶対使ってもらいたい。夏に大活躍するはずのシェルシリーズなので。ぜひ、はい、ぜひ、ちょっと今度ちゃんと紹介しますので、ぜひ、売り切れる前に買ってください。かわいいんですよ、ほら。かわいい。こっちになっちゃう。でね、これほんとかわいいんですよ。まあ、でもこっちもね、かわいいですよ、今日作った方も。かわいいんですけど、ぜひ、かわいいので、ちょっとシェルシリーズ今度紹介しますね。シェルシリーズがシェルで。なんかいろんなパターンを作っておきます。こんな感じです。ピッと。こんな感じで光当てると。かわいいですね。これでかわいいですよ。ほら。こんな感じです。というわけで、今日もすいません。なんかグダグダインスタライブになっちゃった、急に。こちら、
ぜひシールも可愛いので、ちょっと今度ね、インスタライブやるので、ぜひ皆さん、準備しておいてください。そう、モールドね、たくさんあるので、キャンディーポケットの五反田店で見て帰るの本当よかったんですよ。なんかこういうのって見て買いたくないですか？あの、プリクシのパーツも、なんですけれども。そうなんです。あ、可愛すぎて直視できません。直視してください、ぜひ。そうなんです、こちら。シルシリーズ、あ、楽しみにしてます。そう、これね、可愛いんで、私多分テンション上がると思います。そうなんです。可愛いので。というわけで、本日も、ちょっとよくわかんないインスタライブになっちゃったけど、見てくれてありがとうございました。というわけで、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそです。ちょっとね、朝方の方が私ほんとグダグダインスタライブになっちゃうけど、ほんとありがとうございました。また見てもらえたら嬉しいです。またねー。